ろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ちょっと手を振って、 ありがとうございます、すみません。お風呂で見るのが一番多いかもしれないですね。あのタブレットを持ち込んで、はい、アニメを一本見るだったり映画を一本見るとかすると、こう有意義なお風呂時間が過ごせるので。そうですよね、はい、アニメならわかるんですけど、はい、映画を一本見るんですか。見ますね、はい、90分とか100分とか。はい、見ます見ます。そんなに入ってるんですか。そんなに入ってます。だらだらお風呂に入るのがすごく好きなの で、アニメも2本3本普通に見ますね。あ、そうですか。はい、そうです。のぼせたりしないですよね。のぼせはしないですね。はい、あのソーシリーズがわかりますかね。ソー、はい、わかります。皆さんわかります、ソーシリーズね。密室ホラーっていうんですかね、はい、サスペンス。まさか松井さんからそのタイトルが出てくると全く思わなかったですけれども。いや、もうソーシリーズが大好きっていうとちょっと語弊があるんですけれども、あの撮影の時にちょっと気持ちが落ち込まなきゃいけない時があると必ず見るようにしてて、ソーの6のオープニングがもう素晴らしいんですよ。もう落ち込むには最高のストーリーが最初から出来上がっていて、ワンは本当に一本丸々見て素晴らしいこうトリックが展開されているので、それがきっかけで全部見ていったんですけど、何かこう気持ちをズーンって沈める時にはソーが抜群にエネルギーを持ってるなっていうので、はい、デジタル配信を一緒に見る男性の存在とかはいないんですか、はい、今。お父さんですね。一番お父さんが映画本当に大好きなので、はい、お父さんと実家に帰った時にあの家にあのちっちゃいスクリーンがあるので、それで一緒に映画見たりするのが楽しいです。まあ、クリスマスも近いですけど、はい、ご予定とかは。残念ながら仕事なんですよ。はい、でもそういう素敵なクリスマスがあの5年後ぐらいにあったらいいなって思います。先ですね。はい、あのノンスタイルの井上さんがちょっと、はい、ありまして、石田さんがちょっと影響が出てくると思うんですけど、はい、共演者としていかがですか。そうですね、うん、私はあんまりちょっとよく分かってないんですけれども、これから稽古が始まるのでみんなでこう石田さんを励ましながら、励ましながらっていうのも変ですけど、みんなで素敵な再演がまたできるように頑張りたいなと思ってます。